南ピップ駅は北海道上川郡ピップ町南1 0 0 5号にあった北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W33。2020年3月14日、改正時点では上下各6本の普通列車が停車していた。1977年の南ピップ駅と周囲約500メートル範囲。上が名寄方面。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成1947年の北長山狩り乗降場の開設後ピップ村内で駅の開設機運が高まり1954年より運動が本格化翌年の起動車列車運行開始に伴い北ピップ駅と合わせ仮り乗降場として開設されたピップの南部にあることから 単式ホーム一面一線を有する地上駅。ホームは線路の西側に存在した分岐器を持たない防線駅となっていた。仮上工場に出事を持つ開業時からの無人駅で駅舎はなかったが、ホーム南側の出入り口付近に待合所を有した。木造の待合所、木製デッキのホームで旭川よりに階段を有し駅施設外に連絡していた。 ホームの有効長は一両分であった。便所は設置されていなかった。簡易委託駅として乗車券の販売が行われていた時期もあった6月発行の何件の常備券が確認されている。駅のすぐ北側を国道4 5線の古線橋がオーバークロスしている。古線橋ができる以前は国道との踏切があったが古線橋建設時に撤去され、 この駅の前後に踏切はなくなっている。1日の平均乗降人員は以下の通りである。上川盆地の広がる田園地帯の中にある。ホームからは大雪山系の山々が望める。民家が数軒あるのみである。南ピップカリ乗降場に関するカテゴリー。ありがとうございます。